見事や斎藤、お前はわしが想像しとった以上かもしれんな。せやけどまだ桂小五郎が残っとる。奴を捕まえへんうちは何も終わらへん。桂を探すんや。
斎藤さん、奥に桂が。俺たちじゃ手に負えません。早く行ってやってください。斎藤さん、カツラです。カツラ小五郎がこの先に。あんたはエロ、久しぶりだな、斎藤さん。ニーボリ松助。へえ、よくあの偽名を覚えててくれたね。でも今日は本名を名乗っておいた方が良さそうだな。こんな状況で隠しても仕方ないしね。まさかあんたが。ちょっと危険な長州藩の舵取り役、桂小五郎、よろしく。あんたがカツラ。そういうこと。どうしてあんたほど切れる男がこんな無謀な計画を立てたんだ。ああ、やっぱりそういうことになっちゃってんだ。実はそれ誤解なんだよ。なんだと？いや、俺は必死に豊島さんを止めたんだよ。こんな計画やめなさいって。でも全く聞き入れてもらえなくてね。ただでさえ好戦的な長州の連中に加えて、今回は土佐や肥後の奴らまで加わったもんだから大変なことになっちゃって。で、仕方ないからあんたんとこの監察さんに古高のことを見つけてもらうように仕向けたってわけ。じゃあ山崎に情報をつかませたのはあんたの仕業だったってのか。彼には悪いことをした。辛い拷問にもあったに違いない。でも今日の町を焼いちまうってのよりはマシだと思ってたんだが、今度は自分の身も危なくなっちまったな。なあ斎藤さんよ、人間ってのは命あってのものだれだ。どうかここは見逃してもらえないか。あんた、俺の話を全部信じてくれとは言わない。でもさ、無駄な殺し合いしたってこの国は良くならない。それにあんただって土佐に戻ってやらなきゃいけないことがあるんじゃないのか。
竹地さんだってそれを望んでるはずだ。竹地？あんたなんでその名を？なんでって、だってあんた坂本龍馬さんなんだろ。竹地さんから大体のことは聞いてる。あんたが新選組に入った理由も知ってる。だからあんたが俺を殺す理由はないはずだ。だろ？どういうことなんだ、ゆっくり話を聞かせて。不意打ちか。俺もまあまあ姑息の手は使うけど、そんなことはしない。よしよ斎藤、そいつが桂小五郎へ。悪いがここで死ぬわけにはいかないんだよ。というわけでよろしく。俺のこの国を売れる熱き思い、分かってくれるよね。あ、よく分かった。長倉、こいつは俺の獲物だ。手出しは無用に頼む。なんやそれ。上等。Thank you.